1週間目。3ヶ月目。4ヶ月目。こんにちは。これね、去年の12月3日にねやったアボカドの種なんですけどね、こちらはね去年のもう多分ね8月の末ぐらいでしたかね、やって今はやってねここまでできましたよ。これは暇かかりましたけどね。そしてね今回小学校の時にねやってよくやったヒヤシンスのねこういう器ね、やっぱりもう爪楊枝するのかわいそうなんでね、今からこっちにちょっと移し替えようかなと思いますよ。よいしょ。根もねなんかくるくるくる回ってるんで ね、まずは買った爪楊枝もね痛かったと思うんでね、抜けてあげましょう。折れちゃいました。折れちゃいました。大丈夫か。根っこをね、折らないようにね。難しいな。よっしゃ、どうでしょうか。かわいいね。アボカド食べて4ヶ月でね、4ヶ月だね、すごいね。これもちょっと楽しみですけどね、まあまたね報告させてもらいます。え、何本か抜いてまおう。さあ、大根抜きますよ。かわいい大根でね。かわいすぎるかもしれない。大根じゃないですか。あ、これあかん。え？あ、そうですね。大根と呼べるんでしょうか。キャベツの収穫。
今日はね1月の、30日、日曜日ですけどね、これがね、去年の12月3日にこういうふうにね、水につけているのが、これはアボカドの種です。これはね、まだまだ芽が出ないんですね。でこれがですね、昨年のお盆明けぐらいでしたかね、からやって8月の9、10、11、12、1月5ヶ月ぐらいでね、こういう形でね、葉っぱがね、これもアボカドですよ、こう出てきましてね、なかなかあの観葉植物っていい感じですわ。でこれをね、今日はね、もう水ではちょっとあれかなと思うんで、土に入れてね、でこれをちょっと栽培していきたいかなと思ってます。ちょっとね、土を入れましょうか。よし、いきますよ。こういうこともするんですよ。まあ基本ね、こういうのは好きなんですよね。あ、こんなもんか。あとはちょっと根っこをね、抜きながら、まず抜けるかな。これがなんか皆さん聞いてたら、根が折れたとかなんか。お、いけたいけた。植物ですよね。そして今回はまたこれが一つ余ったんでね、今日はこいつパイナップルをね、一応ここピッてもぎ取ってね、水耕栽培して、で根がね、多分ね3ヶ月4ヶ月出てくると思うんでね、それが出てきたらまたパイナップルも土に入れてね、また再生させましょう。これをこうですからね、ちょっと水が少ないから、後でねちょっと水入れようか。まあ一応今日はこんな感じですけどね、なかなかおしゃれじゃないですかね。あとね、屋上 あの収穫したやつもね、僕のビデオに1分まとめてねやりたいかなと思ってます。後ろのね、ランの方もね、もうだいぶ咲いてきてますんでね、あとは楽しい、時間も取るかなというふうに思います。まあ今日はこんな園芸コーナーでした。ではでは。